松平片春は、明治時代の地藩児、家族、合津松平家十一代で、陸と南藩主。明治二年六月、藩領を没収された全合津藩主、松平片森の長男として誕生。母は、片森の側室、佐久。同年十一月三日、合津松平家の再興を許されて、片春は新たに、道の区国北軍、三古軍、 二個軍内で三万国を与えられた。都南藩と称した。なお、明治三年一月、母親戦争の処罰として命じられていた藩士の謹慎を解かれた。同年五月十五日、藩籍奉還により、地藩寺に就任し、事後与えられた。明治四年七月十五日、廃藩地県により、都南藩は都南県となり、地藩辞職を免じられた。 明治17年7月、家族礼により死者区を授けられる。幼少時より、お家最高の期待をかけられ、育てられた、片春だったが、長じ手からはこれに激しく反抗するようになる。父や休暇心も手をつけられぬ、問題児となった片春は、明治20年10月、高速違反により学習院を退学処分となる。明治21年4月、前年の事件に関し、 家族としての品位を汚したものの、若年であることを理由に建築処分を見送られる。同年、旧藩市、山川博士、山本角馬の圧戦により、小木内役の合図出身者、金子茂光と共に同志社営学校に入学する。しかし、ここでも、高速違反により、退学問題が発生したが、金子ら学生の単眼運動により、処分は見送られた。 奔放な片春も、金子の助言だけはこの後聞き入れるようになったという。明治26年、東京専門学校行政課を卒業した。明治26年、一年志願兵として陸軍に入り、日清戦争に参加した。明治28年、少尉に任官した。後に、騎兵単位まで累進した。明治35年10月、家計休迫のため、 明治天皇から現金を支給される。明治39年3月には貴族院議員に選ばれて死去するまで在任した。ありがとうございます。